なこれ。あちゃんさん、和田さんおはようです。お疲れ気味かな。お疲れ。あちゃんいらっしゃい。どうだった？新宿のクラブは。疲れてるね、ちょっと。あちゃんさん、覚えてくれてる？久々楽しくて飲み明かしました。あ、そうだったんだ。新宿もまた活気が出るかもね、クラブできて。風船ありがとう。年齢層どんな感じなの、クラブって。じゅんさんはどつ。じゅんさんはどつ。いらっしゃい。じゅんさん、ワドツ違う放送で使ったら怒られた。あちゃんさん、若い子もおれば50歳くらいのおじさまも笑。へえ、おっさんもいるんだ。ナンパ目的かな。あちゃんさん、結構大箱で音も良くて最高でした。クラブっていう1回しか行ったことないな。あんまり行ったことないね。率が全然行ったことないね。何をする場所なのかよく分かんない。あちゃんさん、その1回はどこを行ったんですか？ガスパニックっていう六本木のクラブ、もうないんじゃないかな。ガスパニックっていうところだね。ゆうこさんはどっち。ゆうこちゃん、いらっしゃい。風船ありがとう。あ、そうなんだ。渋谷にもあるんだ。なんか1階でピザ売ってたな。今日はね、寝ないといけないんだけどね、人と会う約束をしてて、明日で、その次の日がちょっとバイトに行くんだけど、本当は寝ないといけないんだけどね、今日も寝れないね。寝れるといいな。ずっと動画見てたかな。7時間ぐらい動画見てた。アインシュタインの一般相対性理論と、なんか宇宙の目的は何なのかみたいな動画とか、なんかいろいろ見てたな。あとアルピニストの山を登るとは何なのかみたいな。そういうのを見てた。あと何見てたっけ？古事記？古事記の編纂についての動画見てたね。花火ありがとう、ゆうこちゃん。ありがとう。いつもありがとう。あれはね、納得いってないんだよね。あれはダメだった。もっと綺麗に撮れるはずなのに、全然綺麗に撮れてない。あれはダメ。いまいちだったな。あれは失敗だね。全然納得いってない。あの写真は何の面白みもない写真。あれはダメだ。あれは何でもない写真。本当に良くない。あれはダメ。何にも良くないよ。セフィいらっしゃい。おー、アムさんおはよう。お寿司ありがとう。最近どう？アムさん。おはよう。元気？あ、そうなんだ。いいね。友達のライブ行ったりしてんだ。いいね。あ、いいじゃん。炭火焼きいいよね。なんかさ、電子レンジで3枚焼いたりするとさ、部屋の中がすげえ曇ったりするんだよ。だからシリンとかでパタパタ焼いたら美味しいんだろうなとか思って、庭とかあるといいよね。さすがにさ、新宿のさ、玄関でさ、シリンで炊いてたら気違いだと思われるからやらないけど、いいなぁ。焼肉とかもできるさ。サンマ美味しいよね。いいよね。おー、リリちゃんおはよう。今日もよろしくね。昨日ありがとうね。すげえ楽しかったよ。ねえ、サンマいいよね。でも、もう冬になるよ。もうさ、冬来るよ。寒くなってきたよ。だんだん。だんだん寒くなってきた。サンマ1回食べた、1回か2回食べたかな、美味しかったな、2回食べたかな、今年は。サンマ大好き、大根おろしさっぷりと、うん、バーガープレゼントありがとう。そう、そういうポン酢じゃないの？俺ポン酢で食べるのが大好きなんだよね。ポン酢で食べるの美味しくない？醤油なんだ。たっぷりのね、大根おろしでね、美味しいよね。ポン酢美味しいよ。ポン酢合うよ。たっぷりの大根おろしにサンマとポン酢。俺ポン酢で食べるのばっかりだな。うん、大好きだよ、お寿司。うん、お寿司、毎日お寿司でも全然いいよ。寿司はいいよね。特価にありがとう。特価にありがとう。うん、サンキュー。あ、みんなありがとうね。みんなのおかげでね、デイリーランキング24位だった。ありがとうございます。みんながたくさんアイテムくれたから。匿名さん？あ、匿名さん来てないね、今日ね。うん。あの人はたまにプラーっと来る人だから、匿名さんは。1週間に1回ぐらいしか来ないよ、あの人は。あの人いつも爆投げしてくれんだよな。ありがたいよね。お金持ちの人なのかな。ねえ、みんなで盛り上がろう。まったりトークを楽しもう。最近ね、携帯の調子が悪いからね、昨日の配信は 4,5 回落ちちゃったね。延長ができないんだよね。もう携帯電話がね、ダメなんだと思う。延長します。なんかあんまり調子よくないんだよね。うんうん、スマホがあんま調子よくないね。もう4年も使ってるからさ、多分もう古くなっちゃってダメになってるんだと思う。買い替え時かもね。セロテープで止めてんのすごいなかっこいいね。23年季入って使えればいいんだけどね、使えないと外装がボロボロでも俺全然いいんだけど、やっぱね中の機能がダメになっちゃうとさすがに困っちゃう。バカありがとうリリちゃん。なんかこれ初めて飲んだんだけど美味しい。風邪なのかな、ちょっと調子悪いね。風邪ひいたのかな。これ美味しいそうだよね、裸で寝るからだよね。でも裸で寝るの気持ちいいんだもん。今日は加湿器もつけたし。ありがとうございます大将。シカゴンおはよう。いいねありがとう。納豆巻きありがとう。シカゴンちょっとサムネ白飛びさせすぎじゃないの。せっかく可愛いんだからちゃんと撮ればいいのに真っ白になってるよ。テレ屋さんかな。なんか絶妙な温度にならねえな。ちょっと暑いんだよな。何度 ?14 度にしよう。そうだね。これもうまいな。にまるちゃん来てくれたんだ。ありがとう。こんばんは。真っ黒。火つけっぱだ、やべ。おはよう。ノンラブちゃんのところでしょ。うん。ゆいまるちゃんは何？ノンラブのリスナー。ノンラブちゃん最近来ないな。ノンラブ優しいよ。あの子はいい子だよ。ノンラブちゃんすごくいい子。繊細な子だけどね。ノンラブちゃんが元気になったら嬉しいな。そうそう。頑張り屋さんだからね。じゃあ大将いくらお願い、うん、大将ちゃんとしたお寿司屋さん行ってみたいな。ちゃんとお寿司握るところで食べてみたい。納豆巻きかいありがとう納豆巻き外れだよね、うん、俺トロタクが好きだな。巻物はトロタクよく食べる。みんな寿司のネタ何が好き？うん、納豆は外れだよね。うん。なるなる。飯テロだよね。じゃあいくらでまた。大将いくらで。うんうん、いいね、うん、東京回転寿司も高いかんな。マグロありがとうランダムだからやっぱ出てこないね、ピンポイントで赤身ヤンキー。次何が出るかじゃあ当てようか。次誰かが投げるやつ当てる。多分ねウニが出ると思う。うん美味しいよね光もとかは。じゃあ次は多分ウニが出ると予想する。うんうんおいしょ。サンマおいしいよね。サンマおいしい。おおイクラ来た。しかもゾウイクラだよ、ゾウイクラ。アモちゃんゾウイクラありがとう。ウニじゃなかったね全然当たんない、うん、徳が大当たりなんだっけ。うんじゃあリリちゃんエビお願い、エビエビが食べたいねリーズ、うんうん、これはねサクサクコーンセブンイレブンのあいいよそば全然当たんねえ大将違うエビだよ。サバヤンケーサバヤンケー違うよ、エビだよエビ。釣れましたポンコツ寿司屋だよ、ポンコツ寿司屋。うん。エビなのにな。うん。これ美味しいよ。美味しい。うん、なかなか当たりが出てこない寿司屋。うん。でもこれさ、なんかコントとかにしたら面白いだろうね。うん、コントにしたら面白そうだよね。注文したものが出てこない寿司屋っていうか、俺びっくりしたんだけど、これアールグレイって初めて飲んだんだけど、めちゃめちゃ美味しいね。紅茶にはまりそう。アールグレイ普通に喫茶店飲んでみようかな。ごまさばって食べたことないな。アールグレイ留守やねみんなアルバイトな、うん、お寿司なんだろう。お寿司屋さんの卵好きだな俺。お寿司屋さんの卵美味しくない？お寿司屋さんの卵好き。うん、おしゃれな味がする。今度喫茶店でも飲んでみる。アールグレイ、アールグレイってなんかいいね。ふふふ、アールグレイいいね。なんかうん、これ食べたい。これセブンイレブンに売ってるよ。サクサクコーンで、普段チーズ味なんだけど、今回うま塩味にしてみた。うま塩味。お、卵の話してたら卵だ。ありがとう、うん、ハートありがとうね、ゆいまるさん。うん、エアリアルが分かんないな。なんかね、ジャスミンティーとかああいう花の匂い嫌いなので、ああいう味だと思ってたの俺、アールグレイって。ああ、絶対美味しいね。今度やってみようかな。絶対美味しい。それはアールグレイにブランデーは。おしゃれー。なんか静か。おー、赤身ありがとう。スカゴンありがとう、うん、前髪パッツンスカゴンありがとう、うん、みんなありがとう。バイトリーダーね、いいね。アールグレイにブランデー美味しそうだね。おしゃれな味。うまいこれ。おはよう大将、大将ありがとう。赤身が来てるからね。じゃあそろそろウニだね。リリちゃんそろそろウニ。うん。コーヒーにブランデーもいいんだ。うん。あ、大将来たよ。大将やっと大将来たよ。大将来ないからね、ポンコツ寿司屋みたいになってたからねえ、リリ頑張ってたもんで、ね、うん、そう今日はね、大将いねえなーっつってね、リリちゃんが頑張ってたんだけどね、エビ頼んだらサバが出てくるしね、ウニ頼んだらカッパ巻き出てくるしねすごいことになってたんで、うん、ポンコツバイトリーダーみたいなやつ、うん、いや匿名だと大将ってつくから、リリちゃんは最近のリスナーさんだからね、あんまり分かんないの仕組みが。だから匿名さんのことを大将って呼んでんの、うん、そうみんなバイトだって。でもあもちゃんは結構卵食べたいなっつったら卵出してくれて、いくらもこうやって作るんだよって、あもちゃんはちゃんといい仕事した、うん、ねえ、うん、お、なにこれ大トロじゃないの？大トロ、うんうんうん、リリちゃんは仕組みがよくわかんない不安ですわ、うん、リリちゃん配信見ないもんね他の人ね、うん、出たツンデレ大将ツンデレだから。わかんないやっぱ運がいいんじゃないのわかんないけど、うん、カッパ巻きばっかりだったもんね納豆巻きとかね、うん、あ、そうなの？そうなの？ヘビーリスナーだと思ってたわ。あ、そうなんだ。え、もともと俺見るきっかけ何だったの？そうなんだ。もともと誰推しなの？なんかヘビーリスナーだと思ってた俺は。次は何かな？サバかな。じゃあ今度こそサバで。リリさんサバお願いします、うん、平和で楽しいなこの枠は。あ、サバいいの入ってないんだ。じゃあどうしようかな。うん。あえてここで納豆巻き挟む。うん。あえてじゃあ納豆巻きあえて食べようかな。うん。ちょっと休憩で納豆巻きお願い。うん。0125さんはどつです。うん。うん。赤身がいいのなんでじゃあ赤身出して分かった。アナゴかい、うん、赤身じゃねえじゃねえかよアナゴやんけって、うん、しかも結構上アナゴでいいやつ出してきたね。アナゴありがとう、うん、ねえポンコツだからコントロールできない体が言うこと聞かない。0125さんはどっち？今日江ノ島行かないと。なんかポンコツって言い方可愛くない？なんか廃れた日本語じゃん。ポンコツって言葉好きなの。うんうん。ゆうこちゃんいつもありがとう。また来てね。おやすみ。いいね、ギャルに囲まれてるね。ギャル率高めだね。うん。江ノ島でね、人に会いに行く。リスナーさんに会いに行く。なんかアベマ TV のディレクターやってる人に会いに行く。江ノ島でリア凸松でもやってみる。誰も来ないな。グッナイ。俺思うんだけどさ、お、ありがとう。穴子でうちのお店ミシュランに載ったわけ穴子が推しだったのこの店ちょっとよく分かんなかったの、大将穴子推しだったのここの店、気づかんかったわ、そうだったんだ。でもこれ怒りがこみ上げてきた。言いたいことあった。寿司に関してちょっと言いたいことあったわ。エビを生で食べる女、ぶっ飛ばしたい。何でも生がうまいと思ったら大間違いだから。冷静になれよ。自分の味覚を信じろよ。エビを生で食うやつ、頭悪いやつだろ。頭きた。あの女大嫌い。わかる？これ。エビは絶対ボイルした方がうまいんだよ。は？エビ生で食うのバカだろ。マジで許せねえわ、許せねえわ。冷静に考えて、エビ生で食ってもうまくないから。それね、味覚が狂ってるんだよ。これね、寿司の対談番組で寿司の超名店の大将も言ってたけど、生エビはいいの。ボイルされるんじゃなくて、本当にエビってずっとボイルで食ってたの、江戸時代からね。おせちもそうでしょ。最近になって生で食べるようになったの。なんで生で食べなかったか、まずいからだからね。で、日本人はやたら生信仰っていうのがあるの。日本人って生イコール新鮮で美味しいって勘違いしてんの。肉とかも23日寝かした方が美味しい食材もあるし、生イコール美味しいわけじゃないんだよ。これ覚えた方がいいよ、本当に。日本人のね、なんか生に対する過剰な信仰を俺許せないんだよね。で、まさにそれの代表例がエビなんだよ。絶対ボイルした方が美味しいから。おー、すげえ卵。今日は卵30貫、ありがとうございます。お 98% だ、すげえ。みんな生で食べんの、エビ。一回じゃあさ、今度お寿司屋さん、回転だ、始まった、始まりました。皆さんこのタイミングで投げてください。お寿司を投げてください。来い来い。1分間だよ、1分間。納豆巻きありがとう。匿名さん、納豆巻きありがとう。あもちゃん、サバありがとう。匿名さん、いくら、上いくらありがとう。大トロ来た、大トロ来た。すごい近く、大トロ。特大トロありがとう。ありがとう。ボーナス、並卵ありがとう。マダイありがとう、チカゴン。匿名さん、プリンありがとう。卵ありがとう、リリちゃん。サーモン好き。サーモンありがとう。マダイいいね、マダイ渋い。マダイありがとう。と、上アナゴありがとう。エビありがとう。エビありがとう。エビダブルありがとう。アナゴありがとう。ボーナス。カッパ巻きありがとう。カッパ巻き、上アナゴありがとう。ゾウアナゴありがとね。ゾウアナゴダブル、ゾウマダイありがとう、みんなありがとう。うわー出た、大トロありがとう、納豆巻きありがとう、毎度カッパ巻きありがとう、あまちゃん生エビありがとう、カッパ巻きありがとう、プリンありがとう、つかごん。おー、プリン90回、すごい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 、ファンタスティック。プリン9、プリンが寿司屋なのにプリンかいっていうね。プリン90巻ありがとう。プリン並ありがとう。プリン90。もはやプリン屋でしょ。もはやプリン屋でしょ。うん。面白い。ありがとうございます。ありがとう。うん。ありがとね、みんな。すごい。みんなありがとう。チカゴもたくさんありがとね。うん。そうそうそう。で、ありがとう、みんな。ねえ。このイベント面白いよね。このイベント好き。これ一番最初何だったっけ？お寿司の前って。バーストタイムだから、ファイヤーダンスか。ね、こういうなんかさ、イベント増えたらいいのにね。面白いよね、これ。うん、何の話してたの？昨日盛り上がったのあれだっけ？彼氏彼女の事情の話してたんだっけ？ユキノがいかに可愛いのかっていう話だよね。うん、なんかね、俺ね、少女漫画で許せないのがさ、みんな7って読んだ。7。あれどう思う？7すげえ流行ったじゃん。で、妹が7、なんか20何巻まで持ってて、7一気読みしたんだけど、みんな7好き？俺読んだ？7読んだ？みんな。あのさ、一言で言っていい？最低な話だと思わない？7って、あの主人公の7の方、いや終わり方がやばいっていうかさ、中盤でさ、あの主人公の8だっけ、女の子、主役の女の子の8だっけ、名前特会引っかい、男変えすぎてさ、妊娠して子供が誰だか分かんないとか言って、もうほんとオワコンでしょあれ。なんで女の子最初良かった。俺が話してんのいいよ、序盤の話じゃない。なんかさ、誰の子供か分かんないとかさ、もう最悪じゃないあの話。なんであんなのがその女の子の心をつかむの？俺ね、あれが理解できないんだよね。なんか何、やっぱ好きな男がたくさんいた方がいいってことなの？女の子は一途じゃないじゃん、全然。なんかやだ俺あれ。なんかへこむ。なんか清純そうな女の子のドロドロした話とかやだ。でもまあ7自体はかっこいいけどね。7自体はかっこいい。うん、ねえ、一途な方がいいよね。みんなは浮気症な方、一途な方、みんなはどっち派？なんかでも男の人に好かれてる自分が好きなタイプの女の人っているよね。なんか私こんな男とこんな男に挟まれてどうしようっていう、そのどうしようって悩んでるのが好きな女の子っていない？俺は一途なタイプの素朴な感じの女の子が好きだね。なんか男を振り回す系の女の人っているよね。あと意外となんだろう、清純そうな方が遊んでて、ギャルっぽい女の子とかヤンキーの女の子って意外と身持ち固いイメージがある。うん、無理だよね。複数人と付き合うとかすげえ器用だなと思うもんね。恋愛の女の人ん俺全然いないよ。俺全然いない。複数人と付き合ったことない、一人しかないよ俺は。リリちゃんそういうタイプだよね。絶対一人の人を好きになるタイプだよね。わかる。リリちゃんはなんか一途な感じがする。なんかさ、でもさ、一番さ、恋愛でさ、こうときめく時期っていつなんだろう。恋愛いくつ、年齢関係ないのかな。若い頃の方がドキドキしないですか？若い頃の方が。どう？若い頃の方が良くない？うん。宮崎あおいじゃなくなったんだ。俺宮崎あおいのイメージがあったね。うん。ああ、慣れか。だんだん相場が分かってくるのか。だからあれか、こう分からない男とか深みのある女の人が良くなってくのかな、うん、ね、パターンが大体ね、だんだんね、そうなってね、だんだんパターンが分かってくるんだよね、うん、退屈、なんか意味不明な生き物みたいな方が俺は好きだね。のんちゃんとか生態系がどうなってるんだこの人っていう方が飽きない。のんちゃん面白いよ。じゃあ次のお寿司を予想する。次は赤身が来ると思う。俺次は 100% 赤身が来ると思うよ。赤身大将、赤身ああ、そうだろうね。リリちゃんはね、俺不思議ちゃんタイプだと思う。そんな気がする。リリちゃんそんな気がするね。赤身。うん。うん。サバじゃねえか。サバかい。やっぱダメだな。うん調子悪いね。さっきまで調子良かったんだけどね。サバだったね。さっきまで調子良かったのにな、もんちゃん、うん、赤身出ねえか。食べたいものが出てこない寿司屋だからね。赤身か。うん、何それ握るとき握れば握ろう。さ、よくさ、戦国武将誰が好きとかさ質問あるけどさ、戦国武将の詳しいプロフィールとかどこで調べるの？みんな好きな戦国武将ができるタイミングが俺よく分かんないんだけど、なんか歴史の教科書とか読んで感動して好きなの。あー、ゲームね。あー、これ戦国武将誰が好きとか特にないんだよな。好きな武将聞かれた時一番困るよね。なんて答えるのが正解なんだろうね。分かんないよね、うん、全然分かんないよね。あれなんて答えるのが正解なのか答えないじゃん。なんかさ、奇をてらうのが正解みたいになってるじゃん。なんかローカルで通ななんか戦国武将とかの名前出したやつが勝つみたいなさ、なんかそういうゲームじゃんあれって、うん、つぶってるやつがうんちく垂れてへーって言わせたら勝ちみたいな、なんか大喜利みたいになってるのがすげえ嫌なんだよねあれ、うん、なんで好きなのっていう、もう2段階論法になってるじゃん腹立つんだよなあの質問、うん、特にないよ。そもそも人間が嫌いなのに戦国武将好きじゃないよっていう人間自体が嫌いなんだからっていう、うん、あでもさ別のパターンで俺流行らせようわ、別のパターンを流行らせるわ。で今度初見さんが来たら聞くわ。何代目の、そうだから戦国武将はもう聞き飽きたから何の面白みもないじゃんぶっちゃけ。だから逆に俺が質問をすることによって場を盛り上げるわ、うん、じゃあみんなに質問ね。何代目の天皇陛下が好きって、これよくない俺これと同じ質問をされてる感覚なんだよ。何代目が一番好きっていう、うんこれ結構だから天皇陛下何代目とかないなって感じあるじゃん。これを戦国武将も同じようにないのに、これよくない？これいいでしょ。何代目のローマ法王が一番良かったと思うとかねないよ別にローマ法王何代目とかって、うん、それと同じ感覚、うんうん、他に何だろうかっこいい質問、うん、好きな方程式教えてとかないでしょ別に。好きな方程式何とかね、うん、もうそれ聞いたら多分9割方 E イコール MC 事乗って答えそうだよ。でもなんか今日ねアインシュタインのドキュメンタリーずっと見てたんだけど、俺が思ってることと考えてた子供の頃考えてたこととアインシュタインが言ってること多分一緒。大将いいな、気まぐれ大将だから、うん、匿名大将はいつもね気まぐれだから、うん、レギュラーじゃないからプラーっとどっか行っちゃう、あんまり絡んでくんない。うん、犬の散歩行っちゃったのかな。うん、あの人はね流れっていうか固定でついてコメント書く人じゃない、うん、ほらお寿司屋さんってあれだよね、体温低い人が向いてるんだよね。だから女の人がいないの知ってた？お寿司屋さんのさ、職人さんで女の人いないの理由があるんだよ。多分大将めっちゃ金持ちだと思う、めっちゃ金持ち、常にね桶の中で手冷やしてるからね。でもパン屋さんとかは逆にピザとかパン屋さんとかは手の温度高い方がいいって聞いたことあるな。エステとかも女の人の方がいいんじゃないかな。マッサージとか。でもね、冷え性な女の人結構いるもんね。冷え性な人に、チーズ味じゃない方がうまいな。ごちそうさま。波ありがとう。ちょっと女性陣が多いから女性陣に質問なんだけど、男は顔だと思う、金だと思う、性格だと思う、3つのうち一番重要な要素を正直に教えて。顔、性格、収入は仕事も含まれる。テクニックセックスってことすげえな。男はセックスって言い切る。性格、アモちゃんだけセックスを求めてるね、ああ性格派が多いんだ。じゃああ、顔なんだああ見た目なんだ。あー、エマルちゃんとショルリンは顔、金は自分でなんとかする。あ、そういえば金がいないな。ほう、手相がいい人何マスカゲ一本線とかうわリングついてるじゃんとか、天使の輪っかだとか、マスカゲ一本線だとかあ、キエチは要は金ってことか。エマルとシュトルリンはじゃあ、両手マスカケ珍しいね。あ、そうなんだ。みんなお金じゃないんだ。じゃあこれくらい年収あったらいいなっていう彼氏とか旦那さんがこれくらい年収あったら、まあ最低の下目にどれくらいで私大丈夫っていうのある？最低ラインを教えてよ。年収いくらぐらい稼いでてほしいなっていう最低ラインを教えて。今度金じゃない人が多いから生活できねえよ。年収2万ってどういうことだ？ゼロでもいいんだ。へえ、かっこいいリリちゃん。全然私養うよって。ああ、なるほど。月収手取り年齢。あ、エマルは顔が良ければ本当に何でもいいんだ。ちなみにエマルはじゃあまあ生活できればいい。まあシトルリンは結構現実肌なんだ。じゃあ今度はね、じゃあ年収お金はそんないらないの分かった。じゃあ今度はめちゃくちゃかっこいいと、もうこの人顔100点っていう芸能人でも配信者でもいいよ。俺が分かる人で、うわこの人もう私もすごいいいわっていう顔のタイプ言ってよ。今度は100点の男の顔。今度は顔だけで選んだ場合ね。結構みんな、あ、彼氏が好きなんだ。いや、いいよ、ブサイクでもいいから、この人の顔いいなっていう人、この人好きだなっていう感じ。知らない大沢たかお渋。あ、でも大沢たかおいいね。わかる。味があるよね。あ、石野好きなんだ。ゲリー・オールドマン。何その手には乗らないって何？エマルは何と戦ってるの？何に怯えてるの？なんか子供の頃殴られたりして育った？なんかひっぱたかれて育ったの？その手には乗らないって何？あ、そうなんだ。何その手には乗らないって。何を疑ってんのエマル。エマルの心の闇深すぎるだろ。エマル擦れてるよの。いや、エマルは俺なんか深い闇を感じるの。なんかね、クラスメイトとかにいなかった？なんか学年に1人ぐらいいるさ、めっちゃ暗い女の子いなかった？顔美人なんだけどめっちゃ暗い女の子、何考えてるか分かんない女の子いなかった？あのイメージ、あいつ美人だけど何考えてるか分かんないよねみたいな。なんか年に1回急に喋り出すやつ話題の沸点が分からないやついたでしょ。俺そのイメージなんだよエマルって。なんか全然話しかけてもなんか全然レスポンス返ってこなくて、たまに年に1回ぐらい急に喋り出す女の子みたいな。なんでこいつ急にスイッチ入れたんみたいな。いや楽しいんだもん妄想。おう、あ、そう、天下を取る手相だよ。どうなんだろうね、マスカケ一本線持ってる人。まあ俺知り合いで一人いるんだけど、そいつやっぱ結構カリスマ性あったやつだったな。俺別に手相なんかザ・オーソドックスな手相なんだよね。あ、でもねちょっとねいいなと思うのがね、指が長いのと手の形綺麗なんだよね。だから結構ね指フェチの人にね手綺麗って言われる。あとピアノやればよかったのに、すごい開くから。そう、指長いんだよね。指長いの。そう、手綺麗ってよく言われるんだよね。だからさ、たまにさ、なんかマスカケ一本線、指長いし綺麗って言われるんだよね。すごい手の形でもいいよね。結構手の形はいいなと思う。自分でもお気に入りのパーツだね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。俺が苦手な手の形は、親指の位置がやたら下の方にある、この辺から生えてる手の人いるじゃん。猿っぽい手っていうか、なんかね、ここが黄金比率になってない手を見ると残念な感じがする、うん、ああそうなんだ。へえ、これね、いいんちょ、一生お金に困んなかった。でも結局男と女相性だよね。なんだろう、なんか一緒にいて楽しいかどうかだよね。なんか金とか顔もね、結局慣れだから、うん、顔も慣れだからね。看護師と上着しやがったんだそれはダメだね。なんで男って浮気するんだろうね。あ、じゃあ次はどうしようかな。なんだろう、何が出るんだっけ。寿司ありがとう。おー、サーモンいいね。サーモンいいね。サーモンありがとう、うん、って言うけどさ、それって動物じゃん、うん、犯人お前じゃねえかよエマルじゃん犯人。リリの元婚約者奪ったのお前じゃんやめろ、この枠で修羅場ええやろっつって、闇深すぎるわ、うん、やめろ。だからお前のそういうところだってギスギスするだろう、うん、リリちゃんとエマルがギスギスするだろう。マジであ、でも俺親に紹介とか親に挨拶とか絶対やりたくない。あ、ねえねえ、今度さカセットコンロ缶でワドクッキングさ、すき焼きどううるせえわうん、うん、ねえ怖いよね。大学時代から付き合ってたんだ。そう、カセットコンロ買って1人分の鍋にすき焼きワドクッキング、ちょっといい肉買って、うん、ご飯ホクホクに炊いて、俺がすき焼きを食うところを、すき焼きいいよね。すき焼きってなんであんないいんだろうね。すき焼きいいよね。いや、それやだ、うんうん、のんちゃんとよくお給料日によく月頭が俺お給料日だから、お給料日になるとね、俺がすき焼き食べようっつって2ヶ月に1回ぐらいのんちゃん食べるよ。いや、やばいよね、すき焼きはね。なんだろうね、あれ。すき焼きってパーフェクトな料理だと思うよ。そのお手軽さ、美味しさ、ご飯の進み具合、嫌いなやつがいない感とか、もう何を、すき焼き嫌いなやつなんて聞いたことないもん俺。ってことはうまいんだよ、でしょ。すき焼き嫌いっていう人知らないでしょ。だからいや、すき焼きは深いよ。すき焼きは深いよ。ダメなすき焼きあるよ。割り下、ある。あと京都と関西全然違う。あ、玉ねぎ入れるんだ。俺も玉ねぎ入れるけど、あ、院長が呼んでる。あ、夜のご奉仕エロエロ、今のまたね、ごじりマスター酔っ払ってんのどこの院長かで、もう修羅場だから、どこの院長だろう。夜の看護をするんでしょ。夜の看護なんだろうね。でも、ナースさんがそのエロく見えるってあれ何なんだろうね。実際に美人が多いのかな。やっぱお医者さんも看護婦さんも美人多いよね、実際。何なんだろう、ナースがエロく見えるのって。で実際ナースはエロいらしいよ、みんな。俺ナースと付き合ったことないから分かんないけど、ナースはエロいんだよ、勝負。リリちゃん京都大学出身なの？そんな賢なの？リリちゃんって。彼氏が兄弟だったってこと？リリちゃんも兄弟なの？リスナーさんの最高学歴誰なんだろう。なんか学歴自慢いる？この中に。あ、そうなんだ。性欲強いんだ。でも高学歴な女の方がエロいって聞いたことある。ナンパ師が言ってた。高学歴な女の方が絶対エロいんだって。でなんでかっていうと、それね、実は脳みそ、セックスって脳みそでするから、なんだっけ、 IQ が高ければ高いほど感じやすいっていうのはもう証明されてるんだよ。そう、西日本最南端灘高とか、高校だと灘、大学だと京都じゃないの？わかんない。俺学歴全然わかんないから。どこなんだろう。最南端、西日本最南端の偏差値のところ出たの。めっちゃ賢じゃん。エロいよ。あ、灘って男子校なんだ、知らなかった。なんだろう、なんとか女学院みたいな名前のところかな、わかんないけどへえ、すげえ。賢だ、賢。サイン、コサイン、タンジェントできるの？もしかして。サイン、コサイン、タンジェントできるんだ。みんなできる？サイン、コサイン、タンジェント。俺意味が分かんないんだけど。すごいね。賢だ。いや俺ね、サインコサインタンジェント学校で習うタイミングで学校辞めたから分かんないんだよ。あ、理系なんだ。理系って何やるの？ぶっちゃけた話。俺ね、理系じゃないんだけど、理系どころか中学卒業だから義務教育が、俺は文系でも理系でもないの。義務教育系なんだけど、やたらね、なんだろう、物理学のドキュメンタリーとか見るとワクワクするんだよね。シュレディンガーの猫についていろんな人と語り合いたいけどね、俺の周りにシュレディンガーの猫を語り合う人がいないんだよ。あと「ああわだつ」あと「二重スレッド実験について」とかのスレッドとか、あれ面白くない？だってさ、物理学の中でこの世のミクロな世界ではあるとないっていう確率論で、要は光が波なのか、光がわかんない。なんかね、多分どうなんだろう、俺ちゃんと勉強してるのは文系なのかな理系なのかな、量子力学かどうかもわかんないんだけど、なんか要はアニムロでおはよう。そうです。あのね、ちょっと俺の今持ってる知識を説明すると、まず、ニュートン力学っていうのと、なんだっけ、ニュートン力学と、アインシュタインの前ってなんだっけ、ニュートン力学と、もう一つ、電磁気学だっけ、電磁気力だっけ、磁場とか定数、それを統合しようとしたのがアインシュタインなんだよね。で、アインシュタインがやっていた、じゃあニュートンの定説っていうのは、時間が不変であるっていうのがニュートン力学なんだよ。でアインシュタインが、16歳の時に見た夢の中で、空間が歪む夢を見るんだよ。でそれは何なのかっていうヒントを得るんだけど、一般相対性理論のアインシュタインが優れてたことって光を、絶対化したんだよね。でその時の定説の科学だとそんなことはありえないんだけど、有名なアインシュタインが最も得意だったのが思考実験。お寿司にぎよう、この話長くなるからお寿司にしよう。全然違うよ。スピってるのはやめた方がいいよ。スピリチュアルは科学をバカにしすぎ。ありがとう、お寿司ありがとう。それだ、カエルのお母さんありがとう。でもね、すごい面白いよ。要はさ、電車の中でこれね面白いけど、これね俺分かるんだよ。要はね、観察者が変わると観測結果が変わるっていうかね、電車の中に男の子を乗せて右と左から光を当てるの、ライトを当てる。で電車が移動しててもさ、男の子はさ、ライトが同時につくわけよ。だから物体が移動していても光の速度は変わらないわけじゃん。だけど外から電車を見て観測した場合っていうのは光が歪むんだよね。だから何なんだって話なんだけど、なんか世の中って不思議だよね。あとこれは俺が言いたかった、要はね、時間っていうものは存在しないっていうことが俺の中の言いたいことなんだけど、もう一つ多分ね、この世界に重力は存在しないよ。重力は存在しないの。これ俺2つ言ってんの、ずっと小学生の頃から。時間と重力は多分この世に存在しない。多分俺らがものすごいスピードで動いてるから重力みたいなものだと思っちゃってるだけなんだと思う。握ろう、とりあえずじゃあ卵ください。卵でもいいよな、物理学とかちゃんと勉強するとそういうの毎日勉強できるんでしょ。羨ましいよな、超羨ましい。いいな。そう、慣性の法則だと重力と、物体の移動の場合のあれってどちらかを判断することできないでしょ。多分どうなんだろう。重力だから重力が足りないって言われてるけど違うんだよ。多分観測する地点を間違えてるんだと思うんだよね。あれなんだろう、これなんだ、これはサバ何なんだろうね、これ。多分ね、卵じゃないことはわかる。なんだろう、これマダイ。寿司食いね。何なんだろうね、不思議。いや、地球の自転が止まったらそれどころじゃないでしょ多分もっとすごいことが起こると思うよ。なんかもうどうなるんだろう。吹っ飛んでくのかな、全部が吹っ飛んでくのかな。地球がぐるーっとも止まる。だから地球が止まるっていうこと自体がとんでもないことだから、もうそれどころじゃないでしょ、うん、卵お願いします。卵多分剥がれてくるんじゃないの、うん、どうなるんだろうな。あとなんだっけ、地球って水の惑星って言われてるけど、地球の物質比率でいうと 0.02% なんだって。だから全然水惑星じゃないんだよ表面上に水があるだけで、そう見えるだけで、水の質量で言ったら 0.02% なのよ。でおー、ありがとうリリちゃん、卵出た、初めて出た、注文通りのものが。いいね、調子いいね、すごい。おー、リリちゃんやるじゃん、初めて注文通りだ。おー、すごいすごい。なんかね、鉄が一番多いんだよね。鉄が 34% とかでしょ。だから地球は鉄の惑星なんだって、水の惑星じゃないんだって。面白いよね。スピリチュアル、俺ね、スピリチュアルをなんで否定するかっていうと、宗教をちゃんと勉強した人だったら分かるんだけど、スピリチュアルってダメなの。なんでかっていうと、いいとこ取りしすぎなの。なんだろう、他の宗教の学問のいいとこ取りをしてて、中身矛盾しまくってるのね。だから一見していいことを言ってるようで、実は歴史的に見てオウム真理教が言ってることと江原博之が言ってることも一緒だし、密教、要は武力行使をやって戦争をやってた密教とかと一緒の考え方なの。だからね、殺人を肯定する教義が内包してるから、あれ危ないんだよ、スピリチュアルって。ダメ、あれは危ない。学問として突き詰めると本当に危ないの、スピリチュアルって。だからね、心の優しい人が宗教を騙されちゃうんだよ。スピリチュアルはダメだよ、本当に。よくよく考えれば分かるんだよ。冷静になると分かる。スピリチュアルは間違ってる。明らかに学問として間違ってる、宗教としても。要は仏教とかね、チベット密教じゃないよ。そう、ポアの思想は何で起こるのかっていうと、要はね、輪廻の考え方、要は生まれ変わるっていう論理と、自我が存在するっていう論理ってね、本来矛盾するんだけど、それってすげえ危ないんだよ。で、突き詰めると、その輪廻を含んで、そのアートマンを肯定する宗教って全部過激派になってんの。で、なんでかっていうと簡単なのよ。悪いことやってる人がいるでしょ。この世に生まれて悪いことやってる人がいる。で、カルマが結びついてるわけ、輪廻の中には。要はアートマンがあるってことはカルマって言って、データベースを持ってるの。そういう宗教をやってる人たちからすると。で、彼のために、彼が今悪いデータが書き込まれてるから、悪いことをすればするほど来世悪いことしちゃうから殺してあげようっていう考え方なの。でしょ。冷静に考えると、本当に原理的にやったらそう考えるでしょ。だから殺人を肯定する論理が含まれちゃってるの。だからさ、朝原たちもそうだったじゃん。輪廻がある、生まれ変わりがある、でデータベースがある、カルマがあるって言ったわけじゃん。で、アートマンの思想、個人救済をするんだって。で、突き詰めたらやっぱり殺人集団に変わったでしょ、この世を良くするためにって。だからね、スピリチュアルはね、その要素が含まれてるから、まださ、その宗教としての体系になってないからいいかもしれないんだけど、考え方はね、広めたらダメだよ。現代社会では受け入れちゃいけない論理だから、危ない。そもそもそのアートマンがあるっていう宗教と生まれ変わるっていう宗教は別の形態なの。そう。だってその宗教を本当に信仰してるんだったら、そういう考え方になるじゃん。この人のために殺してあげようっていう。だってその人が生まれ変わったらいい生まれ変わりをさせてあげようと、その人のために殺すって考え方なんだもん。だからさ、障害者をさ殺した犯人がそうだったな。障害者施設でバンバン殺していった人、優生思想だったでしょ。要はこの人たちがかわいそうだから殺してあげるんだって言ってたでしょ。ああいう風にね、間違った考え方を広めるとそういう人が生まれちゃうから。で本人はさそんな気はないわけじゃん。うん、植松みたいなのが生まれちゃうんだよ、間違った思想を与えちゃうと。だからさ本人はさ世界を良くしようとかさ、人を優しくするためにとかさ、そういう風にやってるけど自然と植え付けられるからね。だから生まれ変わりは否定しないとダメだよ、現代社会では。じゃないと平等にいつまでたってもならない、この世の中が。この世の中が平等にならないから生まれた考え方なんだけどね、本来生まれ変わり思想っていうのは。トイレ行ってくる。はい、どうも皆さんこんばんは、竹野内豊です。輪廻はねダメなんだよね本当は。あるかどうか本来で言ったらわからないんだけど、みんなが考えてる形では絶対ないの。みんなが思ってるような想像してるような輪廻はない。俺ね輪廻絶対ないっていう論者から超低確率であるっていう論者に変わったんだけど、でもね明確に言えるのはみんなが思ってる形では輪廻は起こらないっていうのが俺のポジション。いや難しいよな本当に。いや多分ね宇宙から宇宙がどんどん生まれていって分岐しているから、無から生まれたんじゃなくて宇宙が連なってるっていう風に考えた方がいいかもしれない。アジュノボーイ系ですね僕は。まあビッグバンは一応無から生まれたんじゃないかっていう風に言われてたけど、ちょっと考えづらいよね。でもなんかあれだよな、4原色とかさ、人間の目って3原色でできてるじゃん。要はセンサーが3個しか感知できないんだけど、女の人でたまに4原色ある人っているんだよね。女の人に多いんだけど、目が進化しちゃってる人、どういう風に世界の色が見えてんのか羨ましいよな、見てみたいよな。100人に1人ぐらいいるんだよ、女の人で。色の見え方が全く違うの。だからカメとか爬虫類系の生き物がそう見えてるんだよね。なんか世界が多分綺麗に見えてんだろうな。羨ましい。名前のない色がある。まあ色はね、女の人がもともと強い感覚だからね、色彩感覚は。いいよな。男の人の方がね、目が弱い。だから色盲とか色弱はほとんど男の人なの。見たことない色を見てみたい。あ、そうだ。後でさ、ツイッターで拡散するけど、超とんでもない動画見つけちゃったんだよね。アメリカ人なのかどうなのか分かんないけど、白人ってバカだな、あいつら。さ、香港のすっげえ高いタワー、建設中のタワーあるじゃん。建設中のタワーに、夜中に乱入して登っていくの、頂上まで。なんだ、CCD つけて。ウェアラブルカメラつけて、もう金玉ヒュン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 すんのよ。あれをまだ工事中だから、骨組みしかなされてないのよ。雑な、もう雲の上まで登ってくの。アホだよな。なんであいつらあんな命を捨てるようなことやるんだろう。命綱とか一切ないんだよ。普通にリュックサック背負ってさ、ウェアラブルカメラで登ってくんだよな。バカだよな、ほんと。なんかスケボーでさ、丘の上から高速で下ったりとか、ああいうなんで命知らずなことができるんだろう。ああいうの見ると金玉ヒュンヒュンする。ああ、そうなんだ。そうそう、スリル。俺はああいうのできないからさ、なんかすごいなって思う。ていうか今日さ、目がかゆくて花粉だよね、多分。もう目がパンパンに腫れてんの。さっき目薬さしてよくなったけど、ちょっと腫れてるでしょ。花粉だよね、絶対。なんか鼻がぐずり始めたのと目がかゆくなったの一緒だから、花粉もう超弱いの、花粉に。うん、スリル大好き遺伝子があるんだ。だから外人の動画とか見てるとさ、本当になんだろう、飛び降りたりさ、なんかすごいじゃん。なんかアクロバティックなことバンバンやるじゃん。DNA 違うなって思うもんね。あ、いや、もうね、今日ね、暖房つけ始めたのとプラスアルファあれをつけたよ、加湿器。加湿器が作動しました、我が家の。ただ加湿器稼働したらレンズがダメにならないか不安でしょうがないんだよね。レンズがダメになんねえかな。うん、そう、のんちゃんが買ってきてくれた。俺の家にはのんちゃんが買ってきてくれた家電がいっぱいある。加湿器と炊飯器ものんちゃんが買ってたな。なんかね、俺の家の足りないものをね、のりこがね、住み始めたら勝手に買ってくるので設置するの。かわいいでしょ。無言でなんかゴソゴソ始めるから、なんちゃん何買ってきたのって。ああ、そうかもしんないね。日本人は文化守るのが得意だからね。だから日本人ね、知らないかもしんないけど、世界的に古い歴史のある企業全部日本なんだよ。創業300年とか、世界でそんな企業ほとんどないんだよ。全部倒産しちゃったりしてんの。だからね、文化を守るとか文化を発展させるみたいなのは日本人得意なの。もともとオリジナルのものをねやっていくのはねあんま好きじゃないんだ。だから保守的なんだよ、多分国民性的に保守的な国家なんだよ。伝統とか文化を守る方が好きなんでしょ。バーガーありがとう。ハンバーガー屋さんに変わったハンバーガー屋さんになっちゃった。ハンバーガーとかでもこのね回転寿司みたいなイベントやってもらいたいよね。このメーターのイベント面白い。好き。みんなでやる。おはよう、いいね、ありがとう。みんなでやる回転寿司屋さん、くるくる回す。大将はね委員長と浮気してる今江ノ島か。江ノ島どれくらいかかるんだろう。電車で1本って聞いたけど。おはようみーすけ、今日江ノ島行くよ、くるくる回そう。あれ大将が来るの。エマル大将やんの。リリちゃんが今アルバイターリーダーだから、エマルちゃんちょっとアルバイトリーダーに許可取って、リリちゃんに何エマルが仕切るのあれ院長と浮気しに行ったんじゃなかった。小田急で1本だ。握りましょう。じゃあ小肌はないのか。じゃあね、何にしようかな。プリン食べたい。そろそろプリン、デザートプリンを挟もう。プリンお願いします。プリンください。プリンくだせえ。プリン出てくるかな。さっきね注文通り出てきたからね。よし来たよし来た。江ノ島いい絵が撮れるかな。今日天気はどうだろう。プリンチョ江ノ島って栄えてるの赤身じゃねえかお前赤身じゃねえかお前。プリンだよ注文したの赤身じゃねえかよ、一番遠いやつじゃん。いやプリンが食べたい俺。赤身か。お待ちありがとう。お任せありがとう。5個ありがとう。プリンが来ないな。いやプリンだっつの。卵じゃねえかよプリンだっつってんの。プリンが食べたい。プリンが食べたいの。なんなんだよ、この寿司屋。卵だし。お任せ。うん、サバじゃねえか。プリンだっつの。サバじゃねえかよ。全然注文通り来ないよ。うん、あ、プリン来た、エマル。おはよう、のんちゃん。あ、来た、プリン来た。おー、やるじゃん。エマルやるじゃん。すげえ解釈ねじ曲げてきたね。プリンの原料は卵っつって、うん、乱暴な寿司屋だよ。のんちゃんおはよう。お寿司屋さんやってるよ今。うん。姫が来たよ、姫が。のりこ姫が来たよ、のりこ姫が。うん、お寿司屋さんやってたよ。なんかちょうどいい温度にならないんだよな。なんかちょっと若干暑いんだよな。何度に設定するのがいいのかな、暖房って。おお、いくらありがとう、いくらありがとう、いくら好き、いくら好き。うん、おお、穴子いいね、いいね、いいね、穴子ありがとう。うんうん、のんちゃんは何が好きなんだろう、お寿司は。うんのんちゃんは23度だけど若干暑いんだよね。23度だけど暑いっていうか、のりこのパジャマどこ行ったんだろうマジで。っていうかマジで空き巣が入ったんじゃねえかと思ってんだよね。イカ？あ、イカなんだ。のんちゃんの服どこ行ったんだマジで。泥棒入ったのかなマジで。結構片したけどないんだよね、のんちゃん。行方不明だよ。うん。え、イカあったっけ？アナゴじゃねえかよ。イカあったっけ？メニューにイカあったっけ？イカなくない？プリン握る、プリンを握ってる。イカがそもそもなくない？メニューに。なんか渋いやつあるよね。なんか光りもんがないのかな。小肌とかないよね。納豆巻きありがとう、納豆巻きありがとう。イカないよね多分。イカ、のんちゃんイカ好きなんだよな。そうなんだよな。うん、え、イカはないでしょ多分。待ってろってサバありがとう。これなんだろう、エマルのやつなんだろうこれ。お、納豆巻き。イカはないよ、のんちゃん。お、40%。赤身ありがとう。みすけありがとう。お、特命さんありがとう。赤身、赤身赤身連続さん。赤身3つだ。イカないよね多分ね。うん、イカ出てないでしょ。うん、イカないと思うよ。カッパ巻きありがとう。ウニあるよ、ウニあるよ。カッパ巻きありがとう。赤身率高いな。赤身ばっかりじゃないか。アナゴありがとう。納豆巻きありがとう。ウニが食べたいって。いくらありがとう。エビありがとう。卵ありがとう。大将がエビありがとう。うん、イカないのかっつって。エビありがとう。お、イカ 100%。 うん、イカないのかな。納豆巻きありがとう。お、マダイ来た、マダイ。マダイ結構レアだよね。アナゴ来た、アナゴありがとう。納豆やんけっつってやっぱイカないよ、イカないよ、うん、イカないんだよ。小肌とか渋いのないんだよ、イカとか。イカってでも結構ポピュラーだったよね、子供の頃。最近は人気ない。サーモンが急に来たんだよね、なんかね、お寿司ブームで。サーモンの勢いが半端じゃないんだ。サーモンの勢いが。江ノ島で今日配信する？うん。イカがないって結構ね、ちょっとだよね。マダイがあってイカがないっていうのはちょっとね、なんかセンスを疑うよね。センスを。ありがとう、エビありがとう、へいお待ち。のんちゃんイカないよ。ウニも出てこないね。ウニ出てこなかったね。今日イカないっすよって。今日ないんすよっつって。あ、今日はないんだ。俺はあとプリンを入れるんだったらあら汁を入れてほしかったね。卵ありがとう、エマル。エマルありがとう。うん、88% だ。2週目か。やばいね。いくらありがとう。いくらありがとう、エマル。ありがとう。90%。パーセントを聞くとね、やっぱ悠々白書のね、トグロ弟を思い出すね。トグロ弟。うん、お寿司だりになっちゃった。お寿司パーティーだ、お寿司パーティー。江ノ島はあれだな、鮫島さんと真冬の海に飛び込んだ記憶を思い出すよ。あれマジで死ぬかと思ったもんな。てるちゃんぴんと俺と鮫島さんで江ノ島の海を渡るっていう大将どこやねんっつって、うんわかりました。やっぱスーツとか着た方がいいのかな。江ノ島って別にお金持ちが住むエリアじゃないよ。どうなんだろう。神奈川県民います？この中に。江ノ島って別に高級住宅街じゃないよね。むしろ田舎だよね。なんかなんだろう、どうなんだろう。江ノ島って高級住宅街じゃないよね。うん、藤沢に住んでたんだ。うん。鎌倉？鎌倉って高級なの？神奈川って横浜の方が高級だよね、多分。多分ね、リリが関西の人だから、多分分かんないんだと思う。江ノ島違うよね。江ノ島はね、高級住宅街じゃないよ、リリ。なんかお台場とか、なんか、お台場とかみたいなイメージを持ってるかもしれないけど、普通の住宅街。うん、鎌倉の方が金持ちな感じがする。でもさ、東京ってすごい格差あるよね。横浜微妙か。俺浜っ子はめっちゃイケてるイメージがあって、ほらエマル、俺成田じゃん。なんかね、埼玉県民にはバカにされたくないの。埼玉とか茨城には絶対バカにされたくないんだけど、横浜には勝てねえっていうのあるよ。横浜には勝てねえ。だってさ、おしゃれなんだもん、あいつら。何やってもかっこいいんだもん。なんか神奈川のやつは、あ、そうなんだ、鎌倉ってお金持ちが住むエリアなんだ。へえ、知らなかった。おう、あー、へえ、観光地だよね。うん、おー、場所によるねえ。高いよね、横浜高いよね。うんうん、あ、そうなんだ。なんか神奈川に住んでるっていうだけで俺はもう引け目を感じるよね、やっぱ。ツイッター見てください、マーチャさん。ツイッターに書きました、その件は。僕のツイッター見てね。うん、横浜はね、イケイケなイメージ。うん、横浜はもう東京だよね、ある意味。横浜はほぼ東京だよ。もう神奈川自体がもう東京にしていいと思ってるもん。だってさ、日本で2番目の都市ってさ、みんな大阪ってイメージでしょ。東京、大阪でしょ。違うんだよ。県で言ったら東京の次に経済効果があるのって神奈川県なんだよ。大阪ってね、4位とかなんだよ。知らないでしょ。そうだからね、芦屋が分かんねえな。芦屋がどの辺か分かんない。関西の土地勘逆に全く分かんないね。赤身ありがとう。みんな準備はいいかい？もうすぐ回転寿司が回るよ。1分間の間に1分間ボーナスタイムが始まるから、その時に爆投げしてね、みんな。もうお寿司を、投げる時は今だよ。今っていうかその1分間の間だから、もうその時に投げてボーナスポイントつくから、あと3つだから、あと3つで来るからお寿司頼むね、その時。いいな、横浜っておしゃれだよな。なんか横浜リスナー率、横浜つうか神奈川県民率高いよね、最近。昔ね、和道リスナー、北海道リスナーがめちゃくちゃ多かったんだよ。ほんと北海道だらけだったの。最近ね、神奈川リスナーが増えてるんだよね。神奈川リスナーが。何なんだろう。やっぱイケてるからかな。神奈川受けしてんのかな。俺千葉県民っぽいでしょ。何県民っぽい俺。おお、2巻ありがとう。大将ありがとう、卵。特命大将ありがとう。来るぞ。あと1個で来るからね。あと1個で来るからね。来るよ。みんな備えてね。誰かが1個投げた瞬間始まるから。備えよ。大変なことになるから。もう読み上げが大変だから。みんなバンバン投げるからね。俺千葉県民っぽくない？千葉県民なんか独特な人が多いんだよね。何考えてんのか分かんないような人が多い。行っちゃう？今日2回目行っちゃうの？リリちゃん。明日に取っておいていいんだよ。今日はもう1回たくさんもらったから。昨日ね、デイリー24位だよ。快挙だよ、快挙。和道がデイリー24位だよ。ふわっち会がざわつくよ。ざわざわっつって。和道がデイリーにいる。なんか季節の変わり目、なんか頭痛が半端ないんだよね、最近。頭痛が半端ないね。ありがとう、始まりました。まるちゃん、かっぱ巻きありがとう、スタートだ。来い来い来い、今じゃ。ありがとう、特命大将。波エビありがとう。まるちゃん、サーモンありがとう。リリちゃん、波の赤身ありがとう。まる、上イクラありがとう。大将、プリンありがとう。チカゴン、納豆巻きありがとう。まるちゃん、エビ握りありがとう。リリちゃん、波カッパ巻きありがとうございます。チカゴン、波プリンありがとう。まるちゃん、波エビありがとう。大将プリンありがとう。リリちゃん、卵ありがとうございます。すげえ。まる、卵ありがとう。大将、マダイありがとう。上マダイありがとう。チカゴン、エビ握りありがとう。まるちゃん、サーモンありがとう。リリちゃん、エビ握りありがとう。カニ来た、得。やべえ。カニ大トロ。カニ大トロコンボありがとうございます。エマルちゃんカニ、ふわち大将大トロありがとう。チカゴンアナゴありがとう。エマルちゃん納豆巻きありがとう。リリちゃんエビありがとう。サバ、特命さんサバありがとう。ミースケカッパ巻きありがとう。リリちゃん卵ありがとう。ジョーイクラ特命さんありがとう。エマルちゃんプリンありがとう。チカゴンサバありがとう。すげえ。リリちゃんエビありがとう。特にありがとう。チカゴン特に出たありがとう。カッパ巻きありがとう。ミースケカッパ巻きありがとう。赤身ありがとう。特命さんカッパ巻きありがとう。大トロ来た、すげえ。大トロ大トロありがとう。赤身ありがとうございます。赤身ありがとう。のんちゃんサバありがとう。のんちゃんチカゴン赤身ありがとう。マダイありがとう。大将マダイありがとう。プリンありがとう。エマルプリンありがとう。納豆巻きありがとう。みんなありがとう。すげえ、みんなありがとうね。イクラありがとう。ミースケイクラありがとう。上アナゴ90巻、うわすげえ。ボーナスが1350。エマルすげえ。上アナゴ90巻、ファンタスティックがボーナスかっけえ。エマルありがとう。ファンタスティック90巻で、ジョーアナゴで1350ポイントだよ、プラス。すげえかっこいい終わり方。ありがとう、みんな。みんなありがとう。みんなありがとう。サンキュー。ありがとうございます。もうお腹、頭痛い、頭痛い。頭が、うん。エマルすげえ。やばいね、エマル。うん。うん。エマル様、お金持ちだよ。うん、ありがとうございます。みんなありがとう。頭がカチカチする。ああ、今日寝ないでいこうかな。今日寝ないでいった方がいいかな。なんかこれリスナーさんバックれそうで怖い俺。リスナーさんがバックれんじゃなくて俺がバックれそうで。なんか4年前から俺のこと見てくれてるリスナーさんがなんかアベマ TV のディレクターやってて、で一回「あお茶したいっすね」っつったら、そうそうちょっとなんかね、やば、昨日500皿ももらったのに今日もやべえもらってんじゃん。ありがとうございます。2日連続すげえな。345皿、すごっ。なんだこれ。そうそうなんかさ、あれだよね、今年は業界の人と触れ合うこと多かったよね。なんかそんな感じがする。なんか業界の人からいろいろお世話になってるっていう感じ。花火もらったね。花火ちょっと待って、見てみようか。配信携帯だと見づらいんだよね。花火はね、さっきねゆうこちゃんにもらったね。ゆうこちゃんに一発もらってる。なんだろうね、でもなんかちょっとあれじゃない、業界の人との絡み増えてない、今年からだよね。なんか弾丸塾とかなんか今年からの気がするな。あれ俺もしかして業界人なのかな。業界人とご飯を食べれるようになったってことは、俺業界人になったってことで OK？ あれ俺業界人？そうだね、芸能人だね俺。あ、気がついたわ、俺芸能人だったわ俺芸能人になってた、気づいたら。ありがとうみんな。ニートじゃなくてアットマーク元スマップではないけどなんか不祥事を起こしてクビになったみたいな感じでやめてよ。元スマップだったかな俺、伝説の7人目のメンバー。そうだよね、スマップも YouTuber だもんね。元スマップって名刺に書いたら怒られるかな、訴えられるかな大嘘の名刺配ろうかな俺、ねえ。なんか結構稼いでるらしいよね、ネット系で。香取くんとかっていうか、香取くんとかさ、コンビニのポスターとかよく見るもんね。あれ絶対独立してうまくいってるよね。ていうか中居くん見なくない最近。テレビ見ないから分かんないんだけど、中居くん露出減ってない？ハゲだからハゲだから使い物になんなかったのかな。中居くん喋れるしね、使い勝手いいはずなのに。うん、そうだね、芸能人だね。うん、あれは何？でかい事務所に所属して売れたら芸能人を名乗っていいの？芸能人の肩書きって何なんだろうね。どっからどこまでが芸能人の幅なのか分かんないんだけど、売れないとやっぱ芸能人は名乗れないのかな。どっからどこまでなんだろう。でもね、俺ね、ネットやっててね、なんかネットをなんかね、ネットで YouTuber が当たり始めてから配信者の説明がすっごく楽になったの。配信1年目2年目の頃って、配信やってますとか、配信でこう活動やってますって言っても、何それって言われてたんだけど、 YouTuber が世間一般に売れてから、YouTuber って分かりますって言うと、分かるって言って、あれの生放送版をやってるんですよって言うと、あーって。で、今年に入ってからもうなんだろう、今年に入ってからもうね、意外なんだけど、これ本当にびっくりするんだけど、ニコ生って言っても伝わんないけど、ツイキャスよりもふわっちの方が有名なの。これマジだよ。ふわっちは知ってるっていう人めちゃくちゃ多い。そうそうそう、徹夜徹夜。何時にする？今日。知らんけど。何時から空いてんの？じゃあ寝ようと思ってたんだけど、楽しくなっちゃったんだよね、何時？もうこのままぶっと今から行こうかな。今からどうする？何時ぐらいにする？どうする？知らんけど。風船ありがとう。何時頃にしようか。今日だよね。どないしよう。適当だな適当だな今日休むっつって捨てられたの、院長に、かわいそうに、いいな。でもなんか休むって言って休めるのって結構権限持ってるよね。次見つけるっていうのがもうなんかあれだよね、私モテるアピールだよね。そう、男に困ってない感発言。そう、俺次見つけるとか言ったことないもん。俺でも33年間生きてて告白をされたことがない問題どうしようって思ってんだよね。俺33年間生きてて付き合ってくださいとか言われたことがないの。悲しくない？この人生超悲しいよね。だからなんかさ、同級生とかさ、バレンタインのチョコとかもらってんのめっちゃ羨ましかったんだよね。俺チョコ綺麗なんだよってドヤ顔で言われた時のあの感じで、俺はだからおこぼれもらってたんだよ、イケメンの友達から。チョコ大好きだから、何お前チョコ好きなの食えよみたいな、俺チョコ好きじゃねえからみたいな、ありがとうございますいただきますって。だから学校中のチョコレートを食べ歩いた男ですよ僕は。友達からお前らが配ったチョコレートは全部俺が食ってやったかんな、ざまあみろお前らが大嫌いな和道が食ってやったかんな、女子どもバカにしやがって、イケメンは食ってねえかんなお前の手作りチョコをお前が一番嫌いな俺が食べたんだ、あのイケメンのチョコを。だから偏ってるんだって。うんうん、ピックアップって何？15時くらいまで。15時に行ったらちょうどいい？全部食べてやったよ、手作りチョコレート全部食ってやった俺が。うん、15時くらいまで用事がある。何時から空いてる感じなんだろう。じゃあ15時に行けばいいのかな。俺早めに行ってちょっと動画撮ってようかなと思ってる。回ってきたよ。うんっていうか別に市販のチョコとかあんま配ってないでしょ。本気のやつでしょあれ。生理入ってんの？怖っ。女怖っ。全部食ってやった。全部食ってやった。うん。うん、全部食ってやった。関係ねえ。全部食ってやった。うん。15時に行きゃいいのかな。どうしよう、うん、かわいそうじゃないの、うん、イケメンは食べない、イケメンはチョコ食べない、バカって言わないで、うん、だってバカだもん、バカだもん、知ってるもん、バカだもん。フュージョン、なるほどね。女って怖えな。うん、でもね、めちゃめちゃうん、15時ぐらい。ピックアップっていう言い方が腹立つんだけど、ちょっとなんで業界人アピールが、なんかその言い方やめて、なんか俺業界人みたいな、その言い方がちょっと勘に触るんだけど、車で拾いに行くとかさ、何アピールそれ。なんか腹立たない、この言い方。さっきスルーしたけど2回言われたから、もうさすがに突っ込むけど、2回目だから、何そのピックアップって言い方。業界の人はピックアップっていうの。何それ。ちょっと腹立たない、これ。じゃあピックアップしてよ。15時前に行って、ちょっと腹立つよね。何急に業界人アピール。何この言い方。何ピックアップって。なんで俺ピックアップされんの？何ピックアップって。俺千葉県生まれ成田市育ち33歳だけど、そんなピックアップされたことないよ俺。ピックアップなんて聞いたことないよ、うん、ピックアップされんのか。じゃあ人生初のピックアップだね、うん、じゃあ15時ぐらいにはいるようにするよ、うん、ピックアップっていうの業界の人は。くそー。 OK、じゃあ、うん、どうしよう。1時ぐらいに向こう江ノ島駅行って動画撮ってよ。ピーカブースタイルは全然違う、意味が。ボクシングだからそれ。全然意味違う、ピックアップだから、うん、江ノ島で動画撮って配信はまあ知らんけどと会う時は配信回さないけど、配信なんだろう、一人でいる時配信やってもいいかもね。うん、いや、そこはピックアップ、そこはピックアップでしょ。ピックアップされよ、うんうん、江ノ島ってなんか見どころあんのかな。江ノ島があるだけだよね多分。なんか写真とか映えするところあんのかな、動画映え。なんかあれでしょ、俺あれしかわかんないよ、橋の島、うん、海岸と島しかわかんないけど。江ノ島の中にいてもいいの？島の中にいてもいいの？橋渡って。うん。水族館で動画回すのちょっとまだハードル高いかななんかその人に迷惑かかるじゃん。あいつ水族館一人で動画回してるよってなったら寒いじゃん。なんかちょっと痛いやつじゃん。ちょっとまだその勇気はないかな俺かといってじゃあ江ノ島の中行ってみようかな。泳がねえよ泳がねえよ。ピックアップされんだよ。あ、ていうかちょっと頭痛いな。なんだろう、何なんだろう。あれかな、鶏肉、あれかな、親子丼の鶏肉から頭痛くなってんだよな。死ぬのかな俺。ちょっと江ノ島の動画楽しみにしててね。綺麗、どっちでもいいな。なんか東京にない絵が欲しいかな。なんかまあ江ノ島行ってプラプラ歩いてればいいのかな。まあまあ探してみる。昼間のなんかこう東京にない風景っていうか味のある風景だったら何でもいいんだよな。まあ海を中心に撮るのと江ノ島の中撮ろうかな。行く時に電車の中で調べりゃいいもんね。楽しみだな。江ノ電もあるか。そっか、江ノ電自体も絵になるのか。いいね。今から行こうかな。どうしよう。まあちょっと仮眠取るわ。ちょっと仮眠取っていくわ。どうしよう、放送回すとさ、なんだろう、ちょっとさ配信回すとさ動画に集中できない部分あるから、今日配信外でずっと多分動画撮ってると思う。で YouTube でアップロードするから、江ノ島 PV をちょっと撮影の練習のやつ、また YouTube チャンネル登録して見ててよ。江ノ島の PV 作ってみるわ。江ノ島の PV。へえ。やった。そんなにでかくないでしょ江ノ島って。ねえ。あれエマル、何カメラ知ってるなこれ。あれエマルあれだな、カメラ知ってる話だなこれ。ねえ今日曇りだね。ただね薄暗い曇りだから。いや知ってる知ってる。あれこれカメラやってるなエマル。猫公園、にゃんこパラダイスか。ちょっと楽しみだな江ノ島。3時前ぐらいか。多分1時らへんから3時ぐらいまで江ノ島プラプラして動画撮ってるから、リアト作る人来て。何者なんだろうね。エマル謎だよね。エマルは魔性の女だと思ってるから、俺はただの魔性の女だと思ってる。江ノ島ステッカー持っていくわ。ステッカーたんまり持っていくわ。和道ステッカー在庫が半端ないからね和道ステッカー在庫が半端ないんだよほんと。ちょっとね今後はロット数考えるわマジで。思ってたより俺は人気がない、いやちょっとね在庫が半端ないから、これね多分ね全部売るのにね多分ねあと6年かかる。ダサくないわ。いや結構評判いいよワードステッカー。ダサいって言わないで。ダサくないわ。ダサくないわ。なんだダサいって。いやごめんしたか。ダサくないよ和道ステッカー。何ダサいって。和道ステッカーダサくないよね。結構評判いいよ。残る、おはよう。おラリラリだ。和道ステッカーダサくないよね。何ダサいって。ちょっとへこむんだけど。和道ステッカーダサいのかなこれ。あ、本当にありがとう。いや、結構かっこよくない？和道ステッカー。ダメっすか？ダサいかこれ。光沢感半端ないけど。何何確かにって。マジで微妙？ダサかったの？俺めっちゃかっこいいと思ってたんだけど。やめて、なんかそういうの。俺めっちゃかっこいいと思ってたんだけど。ダサかったのこれ。なんかまた愛着が薄れた。やめてほしいな本当。風評被害。風評被害です。風評被害。でかくないよね。ピックアップするのやっぱり。江ノ電はピックアップした後撮影ポイント。ああ、じゃあ江ノ電は後で教えてもらう。ありがとう。アクセサリーまだ完成してねえわ。山口組じゃないわ。全然ひし形入ってないでしょ。やめてくださいもう。風評被害ばっかり。ピーンってね、漫画みたいね。あ、じゃあ残り1分だ。うわー、招き猫。ダサいステッカーって言わないで。あ、知らんけどさ、ポスターとかいる？フライヤーか。フライヤーとかいる？イベントのフライヤーとかも持ってくわ。知らんけどプレゼントするフライヤー、招き猫売ってるんだね。ありがとう招き猫。すげえ招き猫。招き猫って今売ってないでしょ。パチパチありがとう。じゃあみんな今日はね、配信お休みです。今日はごめんね、配信はお休みです。じゃあ皆さんお疲れさ。あ、そうだ、マキル見てない？マキルいる？マキルいないかな今の時間。フライヤーは俺のツイッターのトップページ。まあいいや。フライヤーマキルいないか今日。知らんだよ。確定申告について質問があったんだよ。確定申告今年はちゃんとやるぞみんな。今年こそちゃんとやるからね、確定申告で。確定申告詳しいリスナーさんを募集してます。確定申告に詳しい人は我こそはっていう人は YouTube にコメントかちゃんとやる YouTube にコメントかTwitter に確定申告詳しいぞって書いてください。お疲れ様です。バイバイ。おつおつ。